スイングが劇的に変わるヘッドランバット大好評発売中です。ぜひヘッドランバットを持ってスイングを劇的に変えましょう。どうも、ミナルマンです。はい、本日もやっていきたいなというふうに思います。いやもう夏になりましたね。久しぶりですね、こうやってタンクトップでやるのは久しぶりなんですけども、雨です。今日ジメジメしてますわ。それでもね、頑張ってやっていきたいなというふうに思います。今回はですね、何をするかというと、この間ね、パーマアップってやったと思うんですよ。このパーマアップっていうのはどういうふうに、まあ、やるかっていう、まあ、もうちょっとこう奥深くまで伝えようかなというふうに思ってまして、パーマアップをどういうふうな意識でやるとすごくいいのかで、応用編はその意識で振ることができたら手もしっかりと伸びてくれる。要は前でしっかりと止まる。前で止めれるってことはインサイドアウトでしっかりと振れるっていうところにつながってくるので、この技術はすごい大事な技術です。なのでぜひ皆さん頑張ってやってみましょう。それでいきます。まあ、パーマアップの応用編ということで、まあ、この意識ってめちゃくちゃ大事になります。これがやっぱできてくると、まあ、ヘッドの走る感じであったりとか、ヘッドを最後までこう使えるっていう感覚になるので、ぜひやってみてください。パーマアップってまず何かって言ったら、バットをこう出してきて、この時に振ったらこのグリップが上に来てくださいって言ったんですけども、上に来る時にバットをどういう風に手首とか指の使い方でやってほしいかって言ったら、手のひらでちょっと転がすイメージ持つんですよ。ギュッと指の力を抜いて転がすイメージでやるとうまくこうできるわけですよ。これがこういくと、こういくとこれは手のひらでグッと握ってしまって振ってしまってるので、じゃなくて手のひらでこう指でこうスッと解放してやるようなイメージでやるとこれ結構うまくできます。ちょっとやってみますね。よっしゃ、こんな感じ、滑らせる、こんな感じで滑らす、これヘッドなんで先重たいんで勝手に走ってくるんですよ。どこのコース来ても勝手にパーマップしてるんですよ。でこれなんでできるかって言ったら、指の力をこうやってふわっと抜いてるんで遊ばしてるんですよ。ここで結構ガッツリ持ってると難しいんですよね。こうやって下に行ってしまう傾向が強くなる。こうやって下に行ってしまう、手のひらが上向いてたとしてもグッと握っとったら自然とこのグリップ下に来てしまう傾向が出ます。なのでこれめっちゃ結構難しいです。指で走らせる、手首と指で走らせる、これができるともうヘッドパーマップは余裕です。じゃあその感覚でバットを次は前に止めるんです。応用編ね、前にこっから両手つけたら前に止める。でこの時も指の力を抜いてやると勝手にピュッとヘッドが走ってくれる。こういうふうに日本人はこういう感覚を絶対持った方がいいです。力強くガンと捉えるっていうよりは最後指を解放してやるようなイメージで振ってやるとバットが加速していく。これ前に止めれるってことはバットの軌道はかなりいい状態です。こうやって外側からこうやって出るとバットは体の外に行っちゃう。振りに行って前で指の力を抜いてやると勝手に走ってくれるんで前で止める。なので前で止めてやるという意識がすごい大切になります。この意識で最後は振り切る。では綺麗なパーマップと、あとはヘッドがピュッと走ってくれる。パーマップするとヘッドの走る感覚が分かんないという人結構いるんですけど、この感覚をつかむとずっと走るので、ぜひ皆さんやってみてください。最後ちょっとバッティングでやります。はい、はい、じゃあ前にパーマップで止めていきます。前で止めるイメージ、まあ、そうですね。イメージはシュッとこう力を抜いて、
ギアが上向いてますね。バットを前へ。きれいにパワーアップできる人っていうのは、前で手が伸びた状態で止めることができます。この意識で、手が前に伸びている中でパワーアップ引っ張ります。はい、ということでね、パワーアップ、指の力抜いて、キュッと走らせる、まあ、これ、ヘッドランバットでやると、この先に重さがあるから、結構こうスッとこうスムーズに、うまいことできます。で、パワーアップって基本的にしっかりと腕が最後、キュッと伸びてほしいので、これ、ヘッドランバット長いので、ちょっとね、こう短くさせます。で、多分こう自分でピュッて伸ばした時にこの腕の長さぐらいのところに手を持ってあげて、このままキュッと力抜いてやると絶対に伸びとかないとこう当たっちゃう。例えば肘曲がってるこうやってこう振ったらこうガチン当たっちゃう。だから手を伸ばしていって最後走らす。重さがあるから勝手に上に行く。指の力めっちゃ大事です。なので、この感覚はすごい大切になってくるので、もしヘッドアップする人はこういう感じで振ってみてください。なのでこれ応用編みたいな感じなんでね、皆さんぜひ、やってほしいなというふうに思います。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。オンライン動画指導もご登録お待ちしております。また女子硬式野球チームアメージングも活動しておりますので、そちらの方もぜひ応募ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。